皆さんこんばんはこんばんは12月22日木曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です当番組は2000人委員会友の会協賛広告広告主 SOWTV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしておりますはいいつもありがとうございますキャスターの島袋智文ですよろしくお願いします 床屋駅そびれて、ちょっと早くここを切りたいサコムです。よろししくお願い早速、はいえっとね、サコムさんが気になるニュースがあるということで,ですが、ねはい、12月21日、昨日まあ昨日の沖縄タイムズさんのです、ね、記事に開示、イージス艦トマホーク搭載、回収し運用、海上自衛隊トップの堺海上幕僚長は20日の記者会見で、 安全保障関連3部署の改定で導入が決まった米国製巡航ミサイルトマホークをイージス艦に搭載し運用すると明らかにした今後艦の改修を進める堺氏はトマホークについて実績正確性破壊力を考えると極めて信頼をおける抑止力の強化に大きく貢献するとしたあのこれまあ気になるっていうかですね私まあリオタなので。うん こういう用語が出ますと「うお」ってなるわけですよ。なんか、えー、とまあ調べたら出てくるんですけどあのトマホークってなんだろうってもうググれば出るじゃないですか、まあ。あえてこっちでやってみようかなっていう話なんです。今自分この 見て、はいはい、トマホーク自体やっぱ日本が持ってなかったっです、ね、あそうですねでイージスっていうのもイージス艦っていうのもあるんですけど<ー>出てきてましたけどイージスっていうのはシンギリシャ神話かなのイージスの盾っていう,こう絶対防御の盾なんですよ、ね、<ー>でトマイージスって何かって言ったら、はい、あれなんですよもう防空能力が高いんですよね 要は飛行敵の飛行機とかだあのミサイルとかを撃ち落とせる能力がものすごく優れてるレーダーがすごくて、えー、っと対空ミサイルとかもめっちゃ積んでるんですけどそれにトマホークを積むよっていう話なんですよねじゃあトマホークとは何ぞやっていうことで、まあ、コメント欄にこう、まあ、もう早速解説してくれてる人いると思うんですけどよ、はい、くニュースとかでは聞きますけどねはい。はい 結果的にはどういったものかっていうのをお分かりいただける方も少ないのかなと思いますけど、ねあのえっと、今からですね32年,年前あ31年前か32年もう32年になるのかな前自分の小学校5年生だったと思うんですけど、はい、その時に湾岸戦争があありりままししたたよねあありましたね、はい、湾岸戦争ってどんなイメージだったかって言ったらハイテク戦争っていうふうに変わったんですよ。であの時に出てきた あの新兵器がいくつかあってそれで一つは大、まあ、々的にほんあのデビューしたっていうのはステルスレーダーに移りにくいっていうこの前やったんですけど<あ>が、えっと、デビューしたっていうよりも、まあ、本当はパナ,パナマかなパナマじゃない、えー、パナマだったかなであの本当はステルス機って初めて出てるんですけど大々的に出てきたのはあのニュースになったのは湾岸戦争なんです。 それと一緒にトマホークが出てきます。だから三十年前の実はからある平均。ああそうなんですか。あ最近からかなってなんか思い、うん、ませんけど、ね。ですよね。で実は三十年前からあってそれがまあ改良されてきてるっていう感じですね。あの昔のままってちょっとありえないので、あの三十年前のパソコンって言ったらあの九十一年時は Windows 九十五もない時代ですから。そう考えると、今そのコンピュータ中に入ってる。 あのコンピューターっていうかもう AI とかになるのかながも,うものすごく進化しててっていうやつなんですけどそれがちょっと原理っていうのを説明しておきましょうトマホークっていうのは巡航ミサイルっていうんです巡航ミサイル、はいはい、でもう一つ聞いたことあるやつでニュースでどっかの隣の国がしょっちゅう打ち上げるやつ ICBM 大陸間、はい、弾道ミサイル,ル、はい、ICBM になるとこれが長い距離が長いっていうやつで 弾道ミサイルっていうのはこの弓なりに飛ぶ弾道っていうので飛ぶんですよこれがああフライ、はい、野球出たフライみたいなねはいそうですそうです、まあ、あの地下の基地とかから、はい、とか潜水艦から打ち上げてこう上から、はい、落とすよっていうのがをうあの弾道ミサイルです弾道でこれちょっと絵があればちょっと分かりやすいようにあえてこうピーってやってピーと落ちてきますよっていう これが弾道ミサイルです巡航ミサイルは例えば山とかがこうあったらこの低いところをこうやって飛ぶ<ー>飛行機みたいな形してます。あす<ー>トマホークの絵を大体描いてみるとここに翼があってでジェットエンジンの,この吸い込み口があるのかなあトマホークもこういう感じ,でこんな感じのミサイルですよ,<ー>ですよ飛行機ですよね えっと、今でいうと自爆ドローンっていうのが出てきたんですけどまあ昔からある自爆ドローンの大きいやつ飛行機みたいな小型機みたいな、えー、っとやつっていうふうに考えればまあ分かりやすいのかなとでこれが30年先週でどんどん改良されてるやつを、えー、っとでこれは防御に使うよりも明らかにあの敵の陣地とかをこう精密に攻撃するやつっていうふうに考えればあの わかりやすくて、えっと、割と最近だとです、ね、使,われ使われたのに記憶がある方いるかなと思うんですけどトラ,ンプ大あトランプ大統領が就任してあのちあの習近平主席とかなこう会談している時にシリア,かシリアの,きの基地をトマホークで確か攻撃したんじゃないかっあの会談している時に今、撃ったんだぜみたいな感じで,<ー>でトランプ大統領ってそれ以外戦争してないんですよ、確か。 実はその時にもうほとんど無人の基地をこのトマホークっていうので一斉攻撃してアメリカなめんなよみたいなしたのがこのこのトマホークっていうやつです。はいこの時まあいろんな言い方をすればちょっと政治的にも利用されたのかもしれないと、はいうか、はいま,ね、まあなんか軍事って結局政治なんで、はい、でじゃこれがどんな原理で動いてるのっていうやつなんですけどあの一つはもう中にあの今 Windows95 よりも前って 生まれてるっていうね。はい、だから今だともっと性能が良くなってるので、自立してもプログラミングされてたりとか、もう自分で地形を読んでこう行く方法と、もう一つが GPS ってわかりますよね。衛星、えー、衛星ですね。あのカーナビに使われてますよね。はい、はい。あれ実はアメリカ軍のシステムなんです。<ー>管理してるのあの衛星管理してるのアメリカ軍です。それみんな知らないで <laughs> GPS 使ってるっていう。 あじゃあこのグーグルとかもアメリカ君のグーグルアースはちょっとまた違うかもしれないですけど会社がやってるんですけど自分の,あのスマホで位置情報をこう取るじゃないですかあれは基本的に GPS なんでで GPS を補正するために日本の衛星使ったりもするんですけど、あのーまあ、そういうのがあるなとで GPS の原理もちょっと説明しておきましょうあとのこの島袋さんのあれの解説にもちょっと関係があるんですけどこれを。 目標に命中させるためにしかも誤差何十メーターとか何メーターっていうレベルで何,何百キロも離れているところから当てるってどうしたらいいかって,って誘導しないといけないじゃないですか。そうですよね。うん、しかもあんなん山,<で>山を越えるっていうのが、はい、普通、見せイルたら山,山も直,直撃しそうじゃないですかぶっこれも山もよけ,るよけるっていうのがあって、ねまあ、もちろんこっちからレーダー出してたりとかして、はい、あの地形追跡したりもするんですけどだけど あの、そこの場所に行き着くためには、自分の位置がわからないといけないんです。そうです、ね。このミサイルが、自分がどこにいるのかなって分かってて、うん、で。当てたいところがどこかなって、よく座標って言うんですけど。うん、あの、中学の時、小学、あ中学生の時に、グラフいっぱいありませんでした。ああ、やりましたね、グラフやりました。あれ、座標じゃないですか。はい、だから。え、え、あの、エックスはいいか、縦がいいか、どっちだったか。もう忘れてるんですけど、だから、こ、ここ、ここの。 XY どこから緯度、まあ、経度っても言えるんですけどから緯度経度どこにっていうのをやってたらこれをまあ迂回しながらこうやって当たるっていう技術なんですお<ー>でそのためには自分がどこにいるのかが分からないといけなくてその時に GPS を利用するとこれは常に操縦してる人がいるんですかいや操縦はしてないでしょうねおそらくこれはもう自律飛行になっててじゃあ GPS の解説もちょっとやっておきましょう GPS って何か、前一応番組でやったことあるんですけど、GPS って実は何か分かりますこの部屋にもあるんですけど、もしかしたら腕につけてないんですかね、時計ってことですか時計なんですよ。ああす GPS って実はめちゃくちゃ精密な時計なんですよ。GPS 衛星が、ここに時計が入ってるんですよ、中に。で、同じタイミングでこう電波発信するじゃないですか。発信すると これが、まあ、2つじゃないな2つだったらおかしいな2つだったら2点,2点引っかかるわけですよ GPS からこう電波を同じタイミングで発信したら 2, 2機あったら2点が絞られますよねこっちかこっちかに違う衛星から同じタイミングで電波を送られているのを受信したら交わるところっていうのが2箇所になるんです、はい。 でもう一個衛星があって3個あればここって絞れるわけですだから時計なんですよ。でそれであの電波の速度で割り戻せばその位置になるっていうそれのタイミングの時間のタイミングを合わせるためにもう一個違う衛星を利用するから大体いい4個なんか20何個あるとか言ってたからうちの4個の衛星があればその。 がてい、はいはい、911の時にですねあの漁船の人たちがみんな行ってたんですけど GPS がずれたらしいんですよ<う>あれなんでかって言ったらこのタイミングずらしちゃったんですよね悪用されないようにだから GPS も使えると思っちゃ間違いないんですよあれはもう米軍の管理もう米軍がもう管理してるな,て管理なのでであのスマホとかのやつはわざともう精度をずらしてますでそれを例えばあの スマホの基地局とか w i f i とか利用してもっと座標を正確に出すようにまた工夫してるっていうのが GPS でこれを利用してここにトマホークがいますよっていうことが分かればじゃあどこ,これをずっと続けていったら目標に命中できると。っていうのが今のこのトマホークっていうやつです これ技術ってのも1990年代最初の湾岸戦争の時は使われてないですか、はい？使われてます。使われてます、ね、はい。もうその時から使われてて、<ー>だからあの GPS のおかげで今までだったらあのいち自分の位置をちゃんとナビゲーションって地図でこうどこにいるって把握しながらあの兵士も行動してるので GPS で位置がわかりやすくなったのでだいぶ楽になってるみたいです。 そういえば1990年代の後半ぐらいなんか車に家庭用の車とかにつくようになりましたよねそれが大きかったのかなとあ,あ,あとはジャイロ技術というのもあってあの車のあれ例えばトンネルの中とかは電波届かないところでも位置が分かるのはジャイロというのが入っているらしくて,てあ,あ,あれ日本が強いって言ってましたねジャイロっていうのですか、ねはいまあ、そういうのの組み合わせでできてますよと、まあ、あので、まあ、トマホークというのは飛行機、まあ、今でいうところのドローンみたいな 昔でいうところのラジコン、ラジコンミサイルみたいな感じで、自,自立で誰もコントロールしなくても、あの自分で考えて GPS 受けながら飛ぶっていうミサイルですよって、低く飛ぶのはレーダーに当たらないようにすると、あの高く飛んだらレーダーに見つかっちゃって、撃墜されるの、あんまり速度が速くないんですあ、速くないんですよ。あの映画で言ったら、この間のトップガン、はい、トップガンで。 飛行機が下走って上から巡航ミサイルがバーっていきますたら、ねはい、危,危険じゃないかとかもうこれが飛行,飛行機に一歩間違えて当たったらやばいんじゃないかああ飛行機と一緒に更新していきました、ねまあ、あのこれはもううまい具合にやってるっていう話ですねああプログラミングとかそういうのでだからもうそ,うそういうのがすごい技術が発達してて自衛隊が使うとしたらもう30年先週でどこででも使われてるので確実だよねっていうので自衛隊も 敵基地攻撃能力として採用しますっていうのがこれっていう、ね、これも搭載にするっていうことに、はいはい、なりますからね、うん、日本もこういうことを聞いたら何、ねねまあ、かあった時に、うん、あに俺たちはちゃんと反撃もできるよってしとかないと要はあのずっと打たれっぱなしだと防戦一方になったら弾突きたりつとかしたらやばいじゃないですか。そそうですね、うん、だからそれは やっぱ考えないといけない時代に来てるんだろうなっていうふうに思いますね。はい。わかりました。はい、坂本さんありがとうございます。はい、今度はですねあの自分のちょっとですねあの、はい、人文講座っていう、はい、あの講座があるんですけど、はい、まあここであの尖閣のですね、はい、歴史をちょっと皆さんと一緒に学んでいきたいなというふうに思っております。はい。しま、はい、人文講座お願いします。 はい、どうも島袋人文講座のお時間です。皆様よろしくお願いします。はい、今日はですね。あのまあ、久しぶりにまあ、23、2年前にちょっとやったことあるんですけど、まあ、中国が反論できない真実の尖閣史からですね。お送りしたいと思います。はい、この尖閣諸島の問題というのはですね。あの、日本政府に。 このや沖縄県丸投げするんじゃなくてこれ沖縄県側から本当はまあ自分は主張するべきだと思うんですよな,なぜならば、まあ、当事者の県ではありますからねだから沖縄県の人がこうやはり歴史をですねやっぱ覚えててほしいなと思ってお送りしたいと思います中国側が「いや尖閣は私たちの領土なんだ」っていもう主張してるわけですあ,ありますよねだけどですねこれ中国が何を持って主張してるかっていうのをですねまず最初に それから教えていいいきたいと思います、はい、C 琉球録からですねこれがの最古の記録と言われてますあの文字の記録ですねで1534年にあの記録されたものでですねでこういう感じでですねあの漢文で今最初は紹介しますけどこういう杉「杉に貨幣山」「杉に長御所」「杉に交尾書」「杉に関書」っていう感じで まあ簡単にまあ単純で読むとそういう感じなんですけど、まあ、これはです、ね、平火山というところはです、ねあのー、こう台湾の芳古、ね、省というところ台湾北部の芳古、ね、省というところにあの推測されるみたいですね。でこれが 魚で、こっちに長魚所の名前がですね、あの初めて出てくるわけなんですよ。あの、記録として。で、これは魚釣島ですね。で、この神戸市長がですね、久保島と推測されます。これも関碑所っていうところも、これは大正島と推測されます。で、これにですね、あの中国の当時、札峰市、沈管の,の記録で出てくるわけであってですね。で、だからといった中国はですね、まあ、当時から調魚所が載ってるから、 俺たちのものもだろうみたいな感じで言ってるわけでであってですねだけどこういうことはですねこの「C ・琉球録をですねあの著者の方々がですね読み解けばですねこういったですね中国の市場が崩れるっていうことをですね分かってですねはいこれをあの中国がまあでたらめを言ってる今現在の中国から「沈漢三期」っていう言葉があってですねこの札奉氏陳漢がですねあの明王朝から琉球に 対して琉球に行きなさいって言われたわけなんですよで館はですね琉球に行き方がわからないというちょっと憂れてたんですよね憂れてる時にその時にですね「陳球3期3回今喜ぶ」って言葉なんですけどまずこれちょっと漢文からあの省略させてもらったんですけど琉球からの3回喜んでるまず1つ目の喜びはですね琉球からのですね貿易船が 入ってきたんですよ。あの、新館がどうやって行くか、行き方わからないわけですよね。で、琉球からの貿易船が入ってきて、ああ、の貿易船から聞けるなっていうことを、あれ、オちシャラッキーっていう感じで思って、それでも、あの、まず最初の喜びとして、あの、記録として書いてるわけなんですよ。で、2回目の喜びがですね、翌日、まあ、芸説船っていうあの船がですね、お迎えに来た船が、 北みたいで貿易船にいちいち情報収集しなくても芸術船の船をたどっていければ琉球に着けるなっていうことをですねこの時にまた2回目の喜びとして書いてるわけですよでまたさらにさらに喜んで, 3, がです3回目の喜びがこの水夫って三3 0人を同船この船乗りをですねこの沈艦の船に乗せてくれるっていうことでですね でこの時にですね陳寛は喜んだわけですよ芸術船をいちいち追いかけなくてもこの船乗りたちがどうにかしてくれるなってその流れでこの字が出てきたわけなんですよ陳寛は琉球にも行ったことないのに名前が分かるわけがないんですよね自分たちがあの本土の方行って富士山見てあれ何って言ってからあれ富士山だよって教えてもらうような感じでですね琉球の職員から教えてもらってるんですよこの名前をですね でこれは琉球から琉球の職員から聞いてる言葉でありますだ琉球の職員イコール日本人から聞いてる言葉であります琉球はですね何回も何回もあの中国に長考貿易していますので何回も何回も行き来してるんですよだからこの尖閣がですね尖閣諸島が目印になって使ってるんですよ琉球の人たちがですねだ中国は全然本当に無関係なのにわざわざ無理やりこういう長業車って乗ってるから自分たちの領土なんだっていうこと こうややってて無理りり主張してるわけではありますねで。これはですね、これからですねあの賃貫の話がですねまたこれ1534年ですよね1556年,年にですね日本一貫というまた、まあ、中国のこのまた官僚の本なんですけど日本一貫という本でもですねこの書かれてた通り琉球への生き方は賃貫からの記録からしかわからないということを書いてるんですよこの日本一貫にもですね。 だからこの1534年以降この琉球への生き方が、まあ、教えてもらってなかったということにもなりますねはいでまあ中にはですねこの殺風誌の中では琉球もうこれこれからまた何十年後とかにまた殺風誌がいるんですけど琉球が来るのを待てとか一定そういう命令が下ってる殺風誌もいたっていうことでありますはいでそれに対してですね またあのこ,のこれはですね2012年に開かれたあのアジアの方でヨーロッパと、まあ、アジアのです、ね、会合でですねこの時日本もせあの野田首相がさあの参加したみたいではありますけどこの時にですねあの中国側が反論してきてるんですよね。でこれはですねどういった反論かといいますとです、ね、オックスフォード大学にですね贈せられる厚労省の社本「ですね純分曹操」という本にですね 中国側がですね1400年から我が国の領土なんだって主張してきたんですよそれはですねこの本には確かに順風早々にはって、ね、永楽元年って書いてるんですよ永楽元年ってこれは中国この明王朝時代の1403年にあたるんですよね1403年に自分この1403年からこの長御所っていう名前はまあ載っていたんだっていう主張してきたんですよ で、これはですね、本当にこの、順風早々に載っているってことで、じゃあ中国の領土なのかって、じゃあ中国がもう日本人よりも先に知っていたのかって、ちょっとこの辺でちょっとびっくり驚くわけでありますよね。が、しかしですね、これにはですね、この順風早々のですね、まあ本の最後の部分なんですけど、にはですね、こういったまあ漢文の文字が書かれてるんです,ですよ。あの、週に入り、長崎、これ長崎港という意味で、 みたいですけどね長崎に入るってことでですなわちこっちはちょっと漢字がちょっと読めないこれは「先」っていう感じで読むなみたいなで黒板ここ」っていう感じで書かれてるんですけどでこれですねこれはまあ長崎港を指すわけであってですねでこれ「即」 これを「らん」これ一つこの「福建章の「復権の文字で見たで,ですね一つ一つ話せば「らん」「あ」って呼ぶみたいです「らん」「あ」「こうらん」とかの「ランですね」「らん」「あ」って呼ぶんですよこれで,でこういうよ呼び方でこういう続ける文字の続ける読み方でですね「ランが「先って呼ぶみたいです「らん」「が「先で これは長崎を指すっていいうことであるみたいなんですす長崎をすなわち長崎こう長崎っていうことを指すっていうことですねでこれからがちょっと面白いんですけど「不老版ここにあり」って書いてある「不老板ここにあり」これはですね不老板っていう表現の仕方は当時のフランク人を中国は指してるっていうことなんですよ。でフランク人がですね、まあ、1403年にそういった室町時代にいたっていう記録はないですよね。 年に教科書で「も習ってないですよ皆フローバンありって書いてるから「あれなんで1403年の本になんでフローバンありって載ってるの?」ってなりますよね。であの、まあ、ザビエルフランシスコザビエルがあの鹿児島に到着したのが1549年ってありますからこれが当時のこのフローバンっていうのは、まあ、フランス人がいるわけがない中国からしたこういうポ,ラポルトガル人とかスペイン人とかもこのフローバンという表現に入るらしいんですよ。 で、この時にこのフランフローバンアリって書いてるから、どん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 この1403年っていうのが怪しくなってくるわけなんですよね。で、そしてですね、またこちらにこの10条って書いてるんですけど、こちらはあのー、スペインがですね、スペインが、このマゼラン艦隊があのー、最初にあの、来た時に、フィリピンの方に来た時にですね、大体これが1520年、21年ぐらい、これぐらいの時だったんですけど、それからですね、あのー、 これマリラで、マリラのね、要塞が築かれたんです,、ね、です、ですよね。で、それがですこの十条というのを、ちょっとウィキペディアで探してもちょっとなかったんですけど、この十条という言葉もこの純粉早々に載ってるっていうことで、これが1573年以降ということなんですよ。じゃあなんでこの1 5 0 3年っていうのは何なのかってなった時に、この純粉早々という本がですね、なんとですね、この前半と後半で、 分かれてるんですよ。前半が、前半が編さされたのが1403年に編纂されて、確かにされてるんですよ。で、後半、この、これが載ってる、フローバンありとか、載ってるところが後半な、最後の部分だから後半なんですよ。前半80%ぐらいで、後半20%で、これがくっつけられてる本なんですよ。で、中国側は、これは別々に編纂されてるのがくっつけられてるんですけど、これを出してきて、 いや、我が国の領土なんだ。1400年、600年間侵犯して,してるんだって言ってるんですけど、あ、これはもう全くの、これは嘘が、この、楊潔地外相がそういう主張されてみたいですけど、これはもう主張がもう通らないってことになりますね。はい。で、こういうふうにですね、だからですね、この中国側がですね、この1573年ってことは、やっぱ、沈艦が琉球人に教えられてた、教えられていたということが、 これはもう確かな事実であります、はい、これが本当だったらこれ1403年が本当だったらこの陳寒が琉球屋の生き方がわからなかったとかそういったことが全部崩されるわけですよねはいだからですね皆さんこれちょっとお分かりいただけましたでしょうかはい一応、はい、まあ尖閣のですねこれ歴史はですねやっぱ沖縄県人からちょっと発信していきたいなと思ってですね ちょっと今日ちょっと難しいところちょっと攻めたんですけど、はい、皆様、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、あの、まあのまその流れで尖閣を明治になってまあ編入したっていう、はい、だからだ誰がもう、当時やっぱり文句言わないのが当たり前なんですよね、尖閣は日本の領土にしますって言って。 でこの「明治」っていう今ワードが出てきてですねちょっと気になる自分的に気になるのがあって自分はちょっと今回鰹節の話鰹っていう魚の話をしたいなって思ったのがあるんですよ。うん、っていうのがこの洗濯諸島って特にあの大釣島って人住んで鰹節工場があるっていう話があるじゃないですか。あれは鰹節工場を作るにはめっちゃベストだけど鰹節工場以外作れないっていうか。 あんまり利用できないで今でこそ資源とかなるけどあの昔は海洋資源を掘るのなんかできないじゃないですか例えば港を作るのもできないんですよだからあのさっき紹介されてたあの昔のあれにあの長崎って出たじゃないですか、はい、長崎は何であんなに貿易が盛んだったかって言ったらあれ入り江ですよね複雑な入り江で水深もある程度ある港ですよね。 当時はポルトガル人がこれ開港したとか言われてますね、うんはい、そういう入り江があるっていうのを目つけられたんですね、うん、そうですねで<の>ってことは船が安全に入れる港ができてるとだからあの大阪でも、えー、江戸でもその入り江じゃないですか全部<ー>ああと名古屋とかも入り江のところ、はい、あるところが栄えてるんですか栄えてますよね えっと島とリーフの間の那覇っていう島とあのいろんな島がああの小島があってで外側にリーフにある入り江なんですよだからそういうところっていうのは港が発展すするんです<ー>今でこそあの土砂を掘って埋め立てして港を作ることができるんですけど当時ってできないじゃないですか。ただか尖閣諸島にあの航空写真とといいろいろ見るとあの ななんていうかな絶海のことじゃないですかそうですすかそうねの中でちょっと珊瑚礁が発達してて高い島があるってやった時に港もなかなか作りにくくてだから近づくことはできても近づいてそれで中に入ろうとしたらあの大きい船だと座礁のリスクが高くなるからある程度小型の船しか入れないっていう。で そこになぜ人が住んだんだってな,な,なぜそこに日本人がみたいな番組になるんですけど、はい、なった時に日本人の食材として昔からあるものって鰹節なんでですよ、うん、でそれと今明治ってお話が出たんですけど、はい、明治って藩反治があってあれになったじゃないですかこの経済で動くようになってるじゃないですか。そうですね,ね だから今までみたいなその物々交換じゃなくて価値のあるものを輸出する、まあ、琉球自体もこの貿易で栄えたところだけれどもそれを貿易をしようと思った時にあのその貿易経済みたいなのになってった時に沖縄の輸出産業ってそんなにいっぱいなくて砂糖ビサ砂糖キビっていうか砂糖ですよね砂糖キビで砂糖を生産して縮減して送るのか 鰹を加工して腐らない状態にして鰹節として売るかそれ以外にじゃあ例えば織物とかあるじゃないですかあのえっとつぼや焼きとかつぼや焼きじゃ売ろうと思っても内地商家っていったらそうですねまだライバルがいやライバルいるじゃないですかうでそうするとたくさん多分取れて売れるものっていうとサトウキビとあれなんですよ っ、えー、と鰹節,で鰹節を作ろうと思って今、えー、と例えば本部町沖縄本島のこれ地図見た方がいいですね、はい、地図で見ますと沖縄本島の北部ですね、はいはいはい、ででーんとこの近くに行って、はい、沖縄本島ってあ、えー、と例えば漁師の町って言われてるのが糸満市っていうここなんですけどこことかですね あとはこの元部町元部町のこのここの,あの戸口港ってところなんですけど、はい、ここも漁業盛んなんですよ。っでカツオを取ってきて加工するっていうのが今のイメージだとなんかこの山水しながらこう 鰹の群れに突っ込んでいって散水しながら小魚を巻いてえとたくさんってってやるじゃないですかで,すでも明治時代そんなもんないじゃないですかもっとちっちゃい船でもう間違ったらエンジンもないような船で取ってた一本釣りとかですか一本釣りで今見たくパヤオっていうのもないんですよ浮き魚礁っていうのは作れないんですよあれ水深 1000m に作るんでちなみにパヤオはフィリピンの言葉です おうん、これは最近の技術なんですでよ、はいはい、で今の技術で考えちゃいけなくて、はい、じゃあカツオはどんなやつ取るかっていった時にカツオなんかその辺にいったら取れるんじゃないかってみんな思いがちなんですよいやカツオって結構お気に入るんですよあ<ー>いや岸にもいるって言ったらそのカツオはカツオじゃないですあ<の>スマっていう別の種類でカツオじゃないんですよカツオ節に適したカツオじゃないんですよ、ね、あの本カツオってやつじゃなくて。うんで 蝶、はい、では元部の蝶の近くでツオ法取れるわけじゃないですか沖までいかないといけないっていうふうになるじゃないですかでそうすると元部だったら多分名護湾の沖とか、うん、だからあの南風の時は結構荒れてたりすするんですよで沖縄のあと海って基本穏やかって思ってる人多いけど基本なんかリーフの外リーフってサンゴ礁の外に出ると荒れてることが多くてで 本部町とか糸満は南側だから夏場は荒れるんですおうおう冬場はちょっと静かなるんです冬場では撮りやすいんですけ取りやりやすいけど、うん、夏場だとあの南風が強い時とかもめっちゃ荒れてるんです、うん、だから季節が限られてくるんですそうですよね、うん、キャンサ岬のところもなんか波がすいイメージなんですよね、はい、あの特に夏場はあれで、はい、だからあのビーチとかもあれじゃないですか例えば東村とかにあんまり 有名なビーチってないじゃないですか。そうですね。うん、あんまり聞いて。自分たちの時代はあんまり行かないですよ,ですよね。だから理由があって、はい、あの南向きなんですよ。<ー>南向きだから、風で夏場荒れるとか。<ー>だから、この気象条件も考えたときに。じゃ、尖閣を今見てみましょうか。地図で。まあ、沖縄本島があって。先島諸島があって。先島諸島の北の方です。はね こんな離れてるんですよね。あの石垣から三百キロでしたっけ?。ぐらい離れてるんですね。百五十キロです。あ、百五十キロ,キロ沖縄本島から四百キロぐらいあ。あ、あ、そっそっはい。ぐらい離れてて。で。そこまで行くのも一応大変なんですけれども。この絶海のことで。で、絶対荒れるんですよね。荒れるけれども。<ー>この。島の周り。 で、この島影織を利用して、漁をしやすかったんじゃないかな。あ、当時の方々はですね。はいはい、で、あのカツオ、お気に入りで売ってたじゃないですか。はい、なんで、お気に入るかって言ったら、あんまり塩分濃度が低いところ嫌いみたいなんですよ。どっちかといえば、なんか黒潮がガンガン当たってる塩分濃度の高いところ。うん、あの低いところっていうか、島よりのところには、あのすまってやつがいるんですけど。それがす分けしてて、で、その尖閣っても、この黒潮が当たるところなんで。おそらく、その塩分濃度がそんなに。 なんかひ低くないっていうかあ,、うんうん、あのそういうエリアになってるんじゃないかなあの先ほどこうやって沖に近いところのカツオは、うん、カツオじゃないって言ってたじゃないですかでだけど尖閣のところ沖じゃないですか沖に近いのはカツオですよねそう,そうですねカツオが入りやすくて、はい、あと当時どんなって探してたのっていうのがあって漁軍探知機とかあ GPS じゃないソナーってないじゃないですか人の目なんですけど一番探しやすいのがあって 人の目で魚がこう跳ねてるナブラっていうんですけどあれを探すのともう一つ方法があってナブラに鳥が集まるんですよ鳥山っていうんですか鳥がこう水面につつくわけですあ,あ,あれを目標にしてカツオを探すっていうのをやったらああ鳥が GPS になってたんですかはい、はい、あのの魚群探知機みたいなのがあってそじゃあそ鳥が休むところでもあるわけですよああおそらくああアホがす鳥が吸って取れるって言ってますよねいい だからそこの島の周りに住んでる鳥が目印になって、まあ、沖縄本当にももちろんいるんですけど、うん、海鳥はいるけどその島の周りでそのカツオ漁がやりやすかったっていうところじゃないかなと今までだったら船乗って沖まで行かんといけんけど、うん、尖閣の場合だったらもう島にいながらいや陸からは取れないですよだってリーフがあるからーリーフがあって地下水湧いてるじゃないですかあんなところにカツオ入ってこないんですよだから,ちょ,だからちょっと出れば でかで鰹節工場って聞くと電力どうするのかなとか思うけど電力なんかいらないじゃないですかあのひひちょっとした火と多分わ,わら焼いたりとかっていうのとあと乾燥させる場所さえあればあれあの鰹節ってあれなんですよね発酵食品らしいですねなんかいぶしながらあのなんか金で発酵させていく。 やつだからだからなんかあのあごだしとかってよく最近ラーメンとかに使われるんですけどあれトビウオの乾燥させたやつなんですけどあのかつお節っていうのはさらにこの,あのただの乾燥、干物じゃなくてあれなんですよこのなんか発酵食品らしくてでなんかさっき調べたらなんか和歌山が発祥の地か,かなみたいなので。 発祥の地って名乗ってるところがあってでもそれは日本人が食べるもんじゃないですかみんなが好むものそ,、ね、それをあの沖縄が輸出産業として使ってた、うん、発酵って言ったら鰹を取ってから、まあ、腐らすわけなんですねらわざと腐らして,らしてもっと腐らして、うんはい、鰹節にする鰹節にしてるみたいなあ言い方悪いんですけどだから そううするともうそれ以上腐らないよって状態にして運べばあの冷凍施設もない時代ですからす、ね、あのクーラーボックスなんかないですし氷もないですから,ああだからこういう状態にして運ぶっていうのはめちゃくちゃ合理的刺身の状態では食べきれなかったっていうのは現地の人は食べてたかもしれないですけどまかないなりもう晩もご飯はカツオとかってやってたと思うんですけどあれはもう何ていうかな要は輸出品としては生物は運べないですから。 そういうい時代ってて考えてであともう一つあるのがあの自分民謡のことを調べたことがあって、うん、この「旦茶名」っていうあれがあるんですけど恩納村,、ね、村の「旦茶」っていう村で、はい、余興がなかったからこの,あの琉球王府の人からもうちょうど廃藩置県ギリギリぐらいの時です1800年代だったかな1800何年とかかってその時に王府から命令されて余興っ説だから余興がないからあの なんか行き当たりばったり踊ったのがあのベストセラーの民謡になってるんですよだから今でいうところに言うとあの,小島芳生のそんんなななの関係ねえみたいなネタなんですよあの歌ってでもっと滑稽な歌だったんですけど今綺麗な歌に変えられてるんだけどあれで、ね、地元の人が歌ってない歌詞があって「ジャナえー、とウリトゥイン島やジャナと打ち止まり」っていうのがいきなり出てくるんですよ「旦<ー>女村」の話なのに「儀能あの打ち止まり」の話が出てくるっていうのが。 で何かって言ったらあの時に1903年に漁業法ができてです、ね、小魚を取るのが禁止になったとあれはきびなごを取る話なのできびなご取っちゃいけないでしょって言った時にいやいやこれ取ってきたのはじゃなと打ち止まりの人だよっていう単茶の人じゃないよっていう歌に変えられてるんですよ。ああじゃあこの歌自体がこの法律ができた後に作られた歌って、はい、改良されてんか改変されてて。 歌い継がれてるっていうふうに考えるで,けどで、なんでこの話をしたかっていうとなぜ漁業法で小魚、キビナご取るの禁止かって言ったらカツオ漁に必要なんですよ<ー>で、小魚を保護する必要があるカツオが取れなくなるカツオを取るための餌が取れないんですよ<ー>今でもカツオ漁っていうのはギジエ、ルアーで取るんですけどあの酸、ー、水しながら餌を巻くんですよ生き餌を巻いて、生き餌にこう踊ってもう あの餌を食って興奮してるやつを疑似餌で取るっていうやり方するからああ今もやっぱ小魚って大事当時はそれが禁止されてたっていうのがあってあのだからこれをあの法律の中からこれは女尊博物館に行った展示があるのでそれを見ることができるっていってだからやっぱり鰹節ううそうですねまた、ね、ああ尖閣にこういったのを立ててですね、うん、また鰹をおもとって、うん、日本全国に。

高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。